丸山倉庫は、競技マージャンのプロジャン氏。最高位戦日本プロマージャン協会所属。M リーグ、赤坂ドリブンズ所属。北海道旭川市出身。ジャンソーでのアルバイトをきっかけに競技マージャンに興味を持ち、2018年、最高位戦日本プロマージャン協会に入会した。進め歴6年、プロ入り2年目の2019年7月、M リーグドラフトで、 男女混合義務化により女性獲得が必須であった赤坂ドリブンズから指名され M リーガーになった。男女混合義務化の趣旨の一つとして女流ジャン氏の底上げを挙げた藤田進チェアマンの発言に抗応する形で赤坂ドリブンズが女流育成をチーム方針とし所属選手の園田健が最高位戦日本プロマージャン協会のプロ試験で 立ち会った時に強く印象に残った丸山をチームに紹介したことがプロ入り2年目での抜擢につながった。ドラフト指名後、会社を退職し、ドリブンズのチームメイトから指導を受けながら、1日十字時間長の特訓をして M リーグに臨んだ。開幕から約1ヶ月経ち、レギュラーシーズンの5分の1を消化した10月29日の第一戦で M リーグデビューした。 デビュー戦では、前年のスコアトップ3である、大井高春、滝沢和則、佐々木久人と対局。南4局日本場を4着で迎え、トップを取るには、倍ツモが必要な場面で、1着順上昇の飛べンで、数量を見逃し、自身の最後のツモ番で倍ンを上がって、大逆転トップを取るという戦略なデビューを飾った。ありがとうございます。